どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん、音楽始めよう。今回のテーマソングは、エメさんの恋煩い。この心にグッとくるラブソングをこのウクレレで奏でてみようと思います。いつものように2バージョン。最初のバージョンは、初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。後半は、かっこいいリズムがね、かっこいいグルーブがね、いいんです。かっこいいバージョンはちょっと難しいですけど、やってみましょう。2バージョン、最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽聴くの最高ですけど、やる方がもっと楽しいんです。ぜひ皆さん、音楽始めるのやってみませんか？というふうに私は活動しております。そういうとですね、皆さん、私はね、楽器は苦手なんです。と、音楽はですね、才能がなくてという方多いんですけど、皆さん、そんな方こそ音楽やってほしいんですよ。本当にやると楽しいんで。で、今ご覧になってくださってるガズレレだとですね、皆さんみたいな方、どんどん音楽できますよ。楽器触ったこともない方が、あれよあれよと弾き語りができるプログラムが、このガズレレにはございます。このプログラムを見て、世界中の方がウクレレで音楽始めてます。もう何万人も始めてますからね。皆さんも始めてみましょう。これ YouTube ですから、スマホでも見る、ちょっとした隙間時間にちょっとね、やるだけでいいし、無料ですからね。どんどん行きましょう。もうちょっとしたらこんなにリンクあるんですけど、このリンク先にの上から順番に動画見ながらウクレレこう触ってるだけ。いってらっしゃい。はい、いってらっしゃい。そこには今まで数が取れためた、ありとありあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで弾けるようにした、レッスン動画です。レッスン動画が1200曲以上、もうアップロードされております。もう1300曲ぐらいになるかもしれません。はい。なんでもうね、あらゆるジャンルです。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏目、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイア、アニメソング、映画の曲、もう何でもかんでも、もうボカロ曲とかまでやってますからね。どんどんこれから聴く、音楽聴くからやるに変えていきましょうということでございます。さあ、早速やってみましょう。まずは初心者バージョン。恋煩い、エメさんの恋煩いやってみます。 1,2,3 泣き飯を笑って強がりは気づいてわがままを許して気まぐれに付き合ってそばにいたくて寒いのは苦手かじかんだ手取って繋いでみせてね、苦しさを分かってずっと気づく愛しさを分かってそんな心はいつだってそっとため息をこぼすだから伝えたいことっていつも伝えられなくて不器用に笑ってごまかすんだよありふれた会話やし少しも忘れたくはないよゆらりきらり白雪の夜に溶けてしまわないように悲しくなっても寂しくなっても泣きたくなってもいい少しも優しくなんかないけど空にキラリ瞬いている星降る夜に願いをありふれた会話やしくさを少しも忘れたくはないキラリ白雪のより溶けてしまわないように悲しくなって
問い煩い、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いやーいいですね。この透明感がある、ちょっとこう空虚な感じ、なんかこう独特の世界観なんですけど、もうこの4つできても十分ね、楽しめるんですけど、歌の歌い方とかタイミング結構やっぱ難しいです。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、もちろんガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンでやってます。フルコーラスでやりたい方、2番とかこう書き足していくとコード進行一緒ですので、歌い方、歌詞が要は違う感じで。でね、自分で書き出してフルコーラスの楽譜作ってください。これがポイントになります。で、今のガズレレシンプル簡単バージョンゆっくりなんとか一緒にできたという方、その方もやっぱり紙に書いて、今度ご自身だけでね、演奏してみてください。で、やってるうちに覚えちゃう。これが理想だと思います。そして書き出すときには参考になるにいつもガズのノートを写してるんですけど、ただいまこのサービスがスタートしております。ガズクラブといって、毎月クラブ活動費660円頂戴しまして、私が書いてるこのノートのデータが皆さん毎月5曲、お好きな曲、もうガズレレってものすごい膨大なレッスン曲がありますから、すべてではないんですけど、ほとんどの曲がゲットできます。毎月5曲。それで、そのガズクラブ員になるとですね、その5曲ダウンロードできるのの他に、そこの中でね、課外活動があるんですよ。課外活動、クラブ活動。で、このオンラインイベント、次回これです。4日にやります。とか、あと SNS があって、そこでいろんな質問だとか、いろんなね、もう面白い企画がいっぱい回ってるんで、クラブ活動皆さん始めましょう。募集中。はい。そしたらノートを見せようと思います。お時間ある方書いてもらいたいんですけど、ね、これ見てもらうとわかるように、言葉がものすごくこう、ぎゅうぎゅう詰めに詰まってます。結構ここら辺なんてもうラップ、ほぼラップに近いんですけど、そう思わせないエメさんの歌唱ですよね。歌ですよね。ラップみたいなんだけど、こう、ゆるーく本当流れるように歌っておられるんで、そこら辺がこの彼女の魅力かなという感じで、まあ、なかなかこのニュアンスを出すのは、一筋縄ではいかないですけど、面白いと思います。ぜひゆったり取り組んでください。すぐにはできない曲ですよ、これは。はい。コードは簡単ですけどね。ゆっくりでメモっていってください。これ、ちなみにいつも言ってることですけど、この上に黒い点があるでしょ。これが結構キーポイントになります。ここでリズムが変わります。これはですね、最初、泣き虫を笑って泣き虫の時にこの C の頭が泣き虫。ここで C がする。こんな風なイメージです。はい、一時停止でメモっていってください。これ言葉がいっぱい入ってます。ね、これ見づらいよという方はもちろん動画のテロップ一時停止してメモっていってくださってももちろんいいと思いますよ。はい、一時停止ね。はい、そしたらここから。サビ。ここがね、こう淡々と繰り返す感じの、サビというかブリッジパートというか、うん、ちょっとね、表現が難しいところなんですけど。はい。ここは本当、あ、で、そうだ、一応言っとく。この下にくるっと囲ってたやつね、この、ここタタタタとかいうのとか、こういう、下にだいたい囲ってあるやつは、後半やるかっこいいバージョンでこう、決めとか、入ってますんで、ちょっとそれを参考にしといてください。はい。でここもなんかいろいろ書いてる。これ後で解説しますね。はい。で、ここまた、ちょっとおとなしくなったサビという感じかな、ここはね。そしてここにも書いてあるんですけど、ちょっとこれ構成の話に今いきます。サビやった後に、この星って書いてあるんです。星マーク。星ってどこかというと、ここなんですよね。なんでちょっと構成をざーっと今確認するといいですか？最初からこうずーっと始まってきて、ここまで来て、ここまで来て終わって、で、ちょっとおとなしくなるサビをやったら、またサビに戻ってください。サビに戻って、この星の2行をやって終わったというのがガズレレショートカットアレンジになっております。それではじゃあコードの解説。今日コードはね、全部入門コードなんですよ。これがすごい驚きなんですけど、言っていきますね。ちょっと今日スペースなくて書けない。C と G7、あ、こっちかよ。C、Am、F、Dm、D7。うん。G7、E7、Em7。これも超典型的なガズレレ必須コードのメンバーです。8個ありますね。これが一応基本のコードなんですよね。はい、ドン。ガズレレ必須コード。これいつも言ってるんですけど、ガズレレ必須コードって一体なんじゃということなんですが、これですね、ウクレレを始める皆さんが一番最初に覚えてもらいたいコードのグループでございます。コードっていうのは、これをね、覚えないとね、やっぱ弾き語りってできないんですけど、このコードの数、数えきれないぐらい、星の数ほどあるんですよ。全部覚えようなんてもう、わーどうしようってなっちゃうんですけど、安心してください。このウクレレにとって、まずは、めちゃくちゃ助けてくれるもう夢のようなね、もうドリームチームみたいなコードがあるんですよ。10個あります。それを私が勝手にガズレレ必須コードと命名しております。10個もあるのか、10個も覚えるの大変そうだなと思うかもしれませんが、大丈夫です。1個ずつ見たら簡単なんですよ。これも1個のコード、これも1個のコード、これも。こんな感じ。1個ずつ見たら簡単なんだけど、10個いっぺんに覚えようと思うとちょっとコツがいるんで、私が以前めちゃくちゃわかりやすい動画を撮っております。その動画見たらね、スイスイ頭に入って覚えられちゃうんで、ここにリンク貼っておきます。ガズレレ必須コードはここの動画で完全マスターしましょう。これすぐ覚えられます。親戚とかね、K
兄弟とか、そんな風に楽しく覚えられるやつになってますんで、お願いいたします。さあ、じゃあ、ここから、かっこいいバージョンに入っていくんですけど、いつまでこのかっこいいバージョンに入るときに言うんですけど、かっこいいバージョンはですね、まず4つ引きの今のシンプル簡単バージョンで、しっかり歌の感覚掴んでからじゃないと、もうごちゃごちゃになりますからね。まず、しっかりタイミング通りにこの言葉が入って歌えて、じゃあ、そっからかっこいいバージョンに入っていく。これでお願いいたします。まずね、これね、迷うとこなんですけどね、基本的なリズムはこれです。16ビートのチャ。なんでこれ、すごく、今からも言っちゃうけど難しいです。16ビートのチャで、しかもね、カッティングも、もういっぱい入ってくるという感じ。で、これね、迷ったんですよね。原曲、YouTube を見るとアコースティックバージョンみたいなのも上がってて、ちょっとそれを参考にさせていただいたんですけど、そうするとこんな感じで弾いてるんですよね、アコースティックギターとか。こんな感じよ。泣き虫を笑って、難しい。強がりは気づいて、これ難しいんですよ。わがままを許して、これはね相当難しい。ここが結構早いんで、ちょっとこれはですね相当濃厚、ちょっと難しすぎるということで、ガズレレオリジナルのかっこいい今のニュアンスが出せる弾き方を考えました。こんな感じです。泣き虫を笑って、強がりは気づいて、トンとタッ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 、これでいこうと思うんだよね。前半部分ちょっとゆっくりやると、トーンとタットン、タットンとタットン、タットン。どう？16ビートのチャなんだけど、伸ばし気味のやつ。タッタンとタッタン、タッタンとタッタン。空振りしといた方がリズムはいいですよ、こういう伸ばすときも。これで、まず歌い出しはこれでいこうと思った。これでもね、シンコペーションでドーンとタッドーンって食い込んでるリズムだから、歌をね、ちゃんとタイミング通りに入れていくの、結構難しいです。ちょっとゆっくりやってみようか。A メロね。ワン、ツー、スリー。泣き虫を笑ってね。次回は気づいて。言葉とずれてる。バカママを許して。気まぐれに付き合って。このように言葉のタイミングとさーんとこのリズムがちょっとずれてるとこは難しいんですけど、これが結構ニュアンスとしては伝わるかなと思いました。そしてですね、その次のバス、ね、苦しさを分かってちょっと盛り上がりたいんですよ。 A メロのね2回目のとこ、そこではねこんな感じでやると、ダダダダダダダッタンダッダガダガッタン、最初がどうやダガダガに変わる。ね、苦しさを分かって、ずっと続く愛しさを分かって、心はいつだってどのため息をこぼす。わかった？ダダダダッタンダッダガダガッタンダ。こんな感じでちょっとバリエーションつける。要は一番最初のエメロは伸ばす。トンとタッドンタッドンタッドンタッ。はい。で、Aメロの後半のところはダダダダッタンダッダダダダッタン。そんな感じでこう、だんだんこう、なんていうの、上がってくるようなイメージですかね。そして、サビになって、ありふれた会話、やしこんすか、バスカスカスカ、バカスカ、こんな感じでいこうと思います。はい。なんでね、この最初の A メロのところが特に難しい。で、この A メロのところが途中の悲しくなってもところでもやろうと思う。こんな感じです。サビの、1回目のサビが終わった後ね、悲しくなっても、さあ、こんな感じです。トーンとタットン。ちょっとこれ難しいね。ちょっとこのリズムの練習してみましょうか。ちょっとじゃあ、C でずっとやってみましょう。まず最初は優しい方ね。ワン、ツー、スリー、フォー。トン、タッ、トン、タッ、トン、タッ、トン。チャでもいいよ。トン、タッ、トン、チャ、トン、タッ、トン、タッ、トン、チャ、トン、タッ、トン。歌入ります。泣き虫を笑って、強がりは気づいて、わがままを許して、気まぐれに付き合って、こんな感じ。はい、次の後半のところは、ダダダダツッタン、パッ、ダダダダツッタン。ここはね、後半のところはね、言葉もラップっぽくて難しいですよ。ちょっとやってみようか。苦しさを分かって、ずっと続く愛しさを分かって、そんな心はいつだって、そっとため息をこぼすだから。こんな感じです。これはちょっと今日はここが難しい。はい。で、途中の感想のところもね、悲しくなっても、
美味しくなって、もうこんな感じでいきたいと思います。この使い分けですね。はい。で、16ビートの車なんですけど、で、曲がずっと流れてきまして、で、ここのまたサビのちょっとおとなしいところにもなるんです。ここはね、16ビートの車がないやつでいこうと思う。そうするとこうなります。色づいた街灯の明かりが少しも優しく、要はね、普通のサビよりちょっとね、こうテンション落としたい感じなんですよね。はい、そんな感じでいこうと思うんで、今日出てくるリズムは16ビートの普通の16ビートと16ビートのチャと、まあ、カッティング、この3つの合わせかな、技かなというふうに思います。この3つの弾き方、一応ここでリンク貼ってみましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビート、16ビートのチャ、カッティング、動画で解説してますんで見てみてください。まずこのストロークなんですけど、16ビートとか16ビートのチャって難しいんで、最初の超基本は8ビートです。8ビートができるようになってから、次は8ビートのチャができるようになって、で、16ビート、16ビート。だんだんこう登ってきてください。これは要は、まあ何回も言いますけど、簡単では今日ないので、リズムがね、結構ゆったりしてるから、なおさら難しいってところがあります。で、あとね、ちょっと細かい説明になるんですけど、ちょっと上から見てみましょう。この、タタタタタタ、この辺もカッティングなんですよね、これタタタ。ちょっとここやってみると、だから伝えたいことって、伝えられなくて、不器用に笑って、ごまかすんだよ、このタタタタタ。これも見ると、ちょっとこうムニムニして、これをカッティングでダッダッダッて止めていくという感じで、こういうキメがね、ちょっとテロップに書いておくんで、いっぱい出てきますということでございます。そして、このマーク出てくるんだ。シンコペーションマーク。シンコペーションっていうのはリズムがスコーンと前に突っ込んでくるやつ。どこで出てくるかというと、A メロとかも基本的にはシンコペーションのリズムなんですけど、あえて強調せずにやります。で、サビのユーラリー、キーラリーというところで登場する。すごくかっこよく登場するんで、そこをちょっとサビからやってみましょう。ありふれた会話やしぐさを少し忘れたくは次な、ないよ。ユーラリー、キーラリー。パパッタユーラリーキーラリーゼンダツパーン、これ G7 の前に矢印が F から G7 ドーンと入ってくる。もう一回サビからありふれた会話やしくさを少しも忘れたくはないよ。ユーラリーキーラリー白雪のよ、この白雪のところもワンブロック4つ入ってたりとか、この辺が結構盛り上がるところ、シンコペーションとこのワンブロック4つという流れで、いきたいと思います。あとですね、ブリッジパートの一番最後のところで、そのサビのね、ちょっとおとなしいサビに戻るつなぎのところなんですけど、ここでフレーズをちょっと入れます。後半、ブリッジパートと言われるところの一番最後のところ入りますね。明日になっても大人になっても、ここ、いつまで経っても、わかった？ G7 2ブロック分あるんですけど、その G7 のところで一弦見てください。 G7 ってことは一弦2を押さえてるでしょ。2-2-3-3-5というふうに上がっていってフレーズにします。2-2-2-2-3-3-3-3-5-5-5-5、はい、ちょっともう一回やってみるか。明日になっても大人になってもいつまで経っても色づいたというふうになります。はい、G7 から1弦2-2-3-3-5なんですけど、5が届かないという方結構多いんですけど、このね、これが、これ押さえたままだと5届かない。これ外すと結構キュッと飛ぶ。この回転ですよ。G7、2フレットいって、こういう風にだんだんこう回転していく。はい。これがポイントになります。はい。で、5届かない方はよくあるのは、これ G7、ここ押さえたまま小指でこういうことすると、ここで、ここがね、ブロックになっちゃって届かないんで、ちょっとこれ、余裕が出てきたら、このフレーズ入れてみるといいと思います。はい、そんなわけで全体像ちょっと見てみたんですけど、やっぱりこの曲はね、一番最初の A メロのところがやっぱ一番難しいかなというふうに思います。A メロと間奏のところ悲しくなっても、このリズムね。トントトトンとちゃ、はい。ここのね、ここの感じ、これを弾きながら歌う、この気持ち良さというか、小難しさというか、そこがキーポイントになると思う。これ結構速くなっちゃうんで、リズムがやっぱりね、どっしり落ち着いて、エメさんのビデオ、映像とか見ると、やっぱすごくこう、落ち着きが、またか、クールなんですよね。そこがかっこいいんで、ちょっと一生懸命がむしゃら感がちょっと出ない方がかっこいいかなと思うんですけど、ちょっとね、そんなことも意識して、そしてまた歌詞の世界観もこう、どっぷりこう味わいながら、演奏してみるのが、素晴らしいんじゃないかなと思います。それではやってみましょう。エメの恋煩い、ガズレレ流、かっこいい場所にやってみる。 1,2,3 泣き虫を笑って強がりは気づいて、わがままを許して気まぐれに付き合って、そばにいたく
くて寒いのは苦手、かしこまった受け取って繋いで見せてね、苦しさを分かってずっと続く愛しさを分かって、そんな心はいつだってそっとため息を捨てから伝えたいことっていつも伝えられなくて、不器用に笑ってごまかすんだよ、ありふれた愛も嬉しくさを少しも忘れたくはないよ、ゆらりきらり知れゆきの夜に溶けてしまうそう、大事なことがあるんだよ、悲しくなっても泣きたくなっても恋しくなってもいいんだよ、明日になっても大人になってもいつまでたってもの明かりが少し優しく見えないけど、空にひらり眩しいでいる星降るように願いをありふれた愛を愛してそう少し忘れたくはないよ、ゆらり知れゆきのように溶けてしまわないように、悲しくなっても寂しくなっても泣きたくなってもいいんだよ、悲しい時こそ寂しい時こそ大事なことがあるんだ。恋煩いガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやー、こうなんとかふんわりなんか独特のこう空虚感というかなんかね、やっぱエメさんのこの世界観はやっぱすごくこう感じ取れる曲かなと思いまして、ラップみたいに歌ってるんだけど本当そういうふうには聞こえない不思議なね感覚、皆さんもぜひ味わってください。さあ皆さん、音楽めちゃめちゃ楽しいでしょ、これどんどん楽しんでいただきたいんですけど、やっぱりね周りの方にもぜひこのね楽しさねをお伝えください。もう皆さん教えてあげてください、でガズレ YouTube ご活用いただければね、もう本当に広がっていくと思いますんで、楽しい人笑顔増やそうみたいな感じで、はい、シェアお願いします。あとねこの動画いいねとかチャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。それでは最新情報なんですけど、この赤い本がリリースされまして皆さん楽しんでいるということで、ものすごい情報が入ってきてます。これよかったら Amazon のレビューとかね、いろいろレビュー書けるんで、よかったよとか書いてもらえると嬉しいです。これはね100曲入ってますんでね、もう皆さんこれ Amazon とかで本屋さんとか楽器屋さんとかでぜひぜひゲットしてください。ありがとうございます。そしてこの今使ってるガズのウクレレ、再予約販売したんですけど、あっという間にまた完売しまして、でもですねセミオーダーとかまた次のオーダーもすぐに用意しますので、もう少々お待ちくださいで、ご注文いただいている方もうちょっとお待ちください。ありがとうございます。よろしくお願いします。さっきもちょっとお伝えしましたけど、このガズンを書いてるこの、ノートのね、データが毎月5曲ゲットできるというこのガズクラブというサービスが、まあ、始まっておりまして、この楽譜が取れるだけじゃなくて、その中でね、クラブ員限定のオンラインイベントとか、非公開のフェイスブックグループがあって、そこで今朝もめちゃくちゃいろんなやり取りとかしてね、結構面白いんですよ。ぜひ皆さん参加してください。その次のねオンラインクラブ限定イベントは7月4日の午後2時から、やりますんでね、今からでもそれ間に合いますからよろしくお願いします。あとねいろいろありますよ、これいつもねご紹介してるんだけど、あ、この今私がかぶってるキャップとか T シャツ、あとはこのストラップ、これは前半に小杖さんが使ってるストラップで、最近では新しい方法としてはこのここにこういうのもついてるんですけど、これでこうウクレレ掃除できるという言葉で発見されました。あとはこれ
絶好調なのが、これがですね、皆さん、ちょっとコロナがね、明けてきたんで、このリュックサックを持って、ここ、コンサートウクレレが入るウクレレケースです。ここにガズレレのプリントがあって、これ、中も結構広くて、楽器用の分厚い仕上げになっております。これ中もね、ちゃんと傷がつかないようになってて。で、中にポーチが2つ入ってて、譜面台とかチューナーも入るポーチがあって、これマジックテープで、もう脱着可能スペースもこう、流行利用できます。そしてこれ、でっかい旅行カバーにもなりますんでね、ぜひ皆さんよろしくお願いします。あとは、ガズレシピ。アプリがあります。これも、今月中には多分曲がまた追加になると思いますので、これ皆さんのスマホや、タブレットにインストールしておいてください。そんな感じでですね、もう盛りだくさん、このガズレレドットコムにも大体最新情報書いてますんでね、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、そしたらこのウクレレ、ガズレレで音楽楽しんでくださいませ。またガズレレ YouTube でお会いしましょう。それでは皆さん、ごきげんよう、さようなら。